ラブ一の宮。一宮市広報アイラブ一宮、司会は私斉藤みなみと岡田ひろきです。どうぞよろしくお願いします。さて突然ですが岡田くんに質問です。昨年の12月から〇〇表示が新しくなりました、はい、さて何表示でしょう。〇〇表示、なんかヒントないですか。ヒントは私たちが着ている服です。服、うん、服に関する〇〇表示、ちょっとわかんないですね。はい、正解は洗濯表示です。洗濯表示知ってる。洗濯表示、洗濯表示は知ってますけど詳しくは知らないです、ね、じゃあ学んでいきましょう。今回は新しくなった洗濯表示についてお送りします。はい、これに加えて毎年恒例の消費生活フェアに関してもご紹介します。2本立てです。それでは経済振興課の稲葉さんにお話を伺います。稲葉さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速ですが稲葉さん、洗濯表示が変わったそうですがどのように変更されたんですか。はい、今までは日本独自の表示記号が使われてきました。しかし今回の改正により国際規格の表示記号と同じものが用いられることになったんですよ。ってことは世界中で使われている洗濯表示が今後日本でも使われることになったってことですか。うん、変わることによって私たちに何かメリットはあるんですか。そうですね、まずは記号が22種類から41種類に増えたことで衣服などの取り扱いに関する情報をより細かく伝えることができるようになりました。今までよりも倍近く記号が増えたんですね。それだけ増えたということは確かに情報がたくさん伝えられるようになったんですね。はい、そして国内外で表示が統一されたことで海外で購入したものでも取り扱いがしやすくなったんです。ああ、確かにそうですね。今まで海外で買ったものって表示がよくわからなくてどうやって洗ったらいいかわからなかったんですよ。そうですね、同じ表示になったのでこれからはそういった心配は減っていくかと思います。ちなみにこの表示もうすでに全ての繊維製品に使われているんですか。昨年12月以降に生産された製品については適用されていますが、それ以前に作られたものに関しては変更前の記号で表示されています。徐々に新しい表示を見る機会が増えていきそうですね。それでは具体的にどう変わったのか教えてください。はい、基本の記号が家庭洗濯、漂白、乾燥、アイロン、クリーニングの5つになりました。ということはまずこの5つを覚えればいいんですね。そうですね、この基本記号に数字や付加記号を組み合わせることで取り扱いの仕方を示します。付加記号って何ですか。洗い方の強さや温度、菌種を表す記号です。一番わかりやすいのは菌種の記号ですね。バツ印ですね。例えば漂白のマークにこのバツ印がついていたら漂白してはいけないってサインになるんですね。この黒い点は何を表すんですか。この点はアイロンなどの温度を表しています。数が多いほど温度が高くなるんですよ。数字も温度を表しているんですか。今までの記号でも温度を数字で表していましたが。その通りです。洗濯液の上限の温度を表しています。例えば40と書かれていたら40度までの水温であれば洗うことができるという意味になります。この線は何を表しているんですか。こちらは洗い方を表しています。線が多いほど洗い方は弱くなるんですよ。だんだんわからなくなってきました。そうですね、線というよりもマイナスと捉えるとわかりやすいかもしれません。あ、なるほど、マイナスが増えれば増えるほど力が弱くなっていくと考えればいいんですね。
お二人とも新しい表示について分かっていただけたと思いますので、ここでテストをしたいと思います。テストですか？聞いてないですよ。大丈夫、今までの説明が分かっていれば答えられますよ、はい、では第1問、このマークは何でしょう？このマークは分かりますね。はい、アイロンですよね。アイロンです、はい、でこの黒い点、さっき説明ありましたね、黒い点があるから、黒い点が多ければ多いほど、うん、高い温度だったので。そうだよね、はい、黒い点が1個ってことはアイロンで低温。正解です。やった、低温でのアイロン仕上げができるです。低温とは底面温度110度までスチームなしでのアイロン掛けとなります。110度ですね、うん、では続いて第2問、はい、このマークの意味は何でしょう？うわ、ちょっと難しい、ちょっと難しいですね。でもこれ分かります。これ水ですね。水面が書いてあって30なので30度までの温度で洗濯ができる、はい、で下の線がさっきちょっとややこしかったところで、あ、線が多ければ多いほどマイナスでしたね、うん、2本引いてあるってことは結構弱めってことですかね、うん、かなり弱め。正解です。おー、よっしゃ。洗濯液の温度は30度を限度として洗濯機で非常に弱い洗濯処理ができることを表しています。うん、非常に弱めのポイントですね、うん、パッと見て覚えれば分かりやすいよね。そうですね、うん、その他洗濯表示に関して注意することはありますか？そうですね、記号で表せない情報に関してはそばに用語や文章で書かれていることがあります。表示をしっかり確認することが大切ですね。はい、また今回は紹介しきれませんでしたが、乾燥の仕方を表す記号などもあります。詳しくは消費者庁のウェブサイトをご覧ください。稲穂さん、消費生活フェアについてお知らせがあるそうですが。はい、今月18日19日に消費生活フェアを開催します。お、毎年行っているイベントですね。そうです、市民の皆さんに食や環境など身近な問題について楽しみながら考えてもらおうと開催しているんですよ。当日はどんなことが行われるんですか？市民団体の皆さんによる展示コーナーや制作体験コーナー、劇などが披露される予定です。スタンプラリーもありますので、ぜひチャレンジしてみてください。へえ、面白そう。その他、今回は災害時にも活躍するのではと期待されているプラグインハイブリッド車の展示も予定しています。また地元の特産品を販売する一宮物産展も同時開催するんですよ。いやー、聞けば聞くほど盛りだくさんのイベントですね。そうですね、今回はテーマを来てみませんか、探そう、気づこう、取れたて情報とし、多くの方に楽しみながら生活に役立つ情報を提供できたらと知恵を出し合いながら準備をしております。2月18日土曜日、19日日曜日はアイビルにて開催されます消費生活フェアに皆様お誘い合わせの上、ぜひご来場ください。はい、稲葉さん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。さて、今回のアイラブ一宮いかがでしたか？新しくなった洗濯表示ですが、うん、しっかりと組み合わせを覚えてこれからの生活に生かしていきたいなと思いました。そうだね、あと間もなく開催される消費生活フェアも面白そうなイベントだったね。そうですね、ぜひたくさんの方に足を運んでもらいたいです。はい、それでは一宮市広報アイラブ一宮、次回もお楽しみに。